今回は、上毛かるたに選ばれなかった人物についてまとめてみました。上毛かるたは戦後間もない1947年昭和22年に発行された郷土かるたです。戦争に負けた直後の日本の世情はとても混乱していました。また、当時の GHQ の指令によって学校教育での地理や歴史の授業は停止されていました。そんな中で、群馬県内の子供たちに群馬の文化や歴史などを伝えるため、群馬県の人物や地理、風物などが読まれた上毛かるたが誕生しました。地理や風物に関しては、県内主要都市をはじめ、上毛三山や全国に知られた草津や伊香保、志摩などの温泉が選ばれました。その他にも、富岡の貫先神社や館林の茂林寺など、県内各地から選ばれています。人物としては、新島城や内村勘三、関公は、新田義貞、田山家隊、船津伝次兵衛、杉肝左衛門、塩原佑といった人物が取り上げられ、現在まで語り継がれています。その一方で、GHQ により、その思想や犯罪のワードなどが問題視とされ、不採用となった人物がいます。それは、現在の太田市細谷町に生まれた江戸時代後期の尊王思想家の志士、高山彦九郎です。高山彦九郎は、県民からの公募でも上位にありましたが、GHQ により外されました。また、赤城の山も今宵限りかの名文句で有名な任侠に生きた現在の伊勢崎市国定町出身の国定忠次も外れました。さらに、悲劇の江戸時代末期の幕臣と言われる小栗忠政。現在の高崎市倉淵町とゆかりがある小栗忠政も不採用となっていますね。いかがでしたか？今回は上毛かるたに選ばれなかった人物について簡単にまとめてみました。制作にあたり、県内各方面から題材を募りました。その結果、GHQ の監視のもとに、郷土史家や文化人からなる編纂委員会によって、上毛かるた44の句が最終的に選ばれました。